どうも、淡路島の椎茸研究家、奥田製作所のケンです。進化したミルシイタケの4ヶ月目を見ていきたいと思います。あと3ヶ月ちょっとでシイタケが生えてくると思うと、まあ後半戦に入ったなーって感じですね。初めての方は概要欄から以前のミルシイタケ動画を先に見ることをお勧めします。朝一のただいまの気温は 25.9 度、湿度は 86%。 いや蒸し暑いです。朝の7時に撮っているので気温はかなりマシなんですが、日中はクーラーなしじゃとてもいられないです。ただ一番暑くて厳しいのは8月なので、次回が峠ですね。楽しみです。では順番に見ていきましょう。 A は袋で秋まで放置。前回この黄色いカビが増えて失敗確定の判決が下った A ですが、今月はさらに黄色マシマシで登場。もはや謎の黄色いキノコが生えてきそうですね。シイタケ菌の生き残りは当然ないですね。比較的安全な底も黄色いので A は脱落。B はラップで秋まで放置。発泡線が隠れるほどのカビに覆われ、秋まで放置して大丈夫かと心配だった B なんですが、少し落ち着いてきたのかもしれませんね。カビも繁栄し尽くして原体期に入ったんでしょうか。 A とは異なり、底や上側には生きている菌が確認できます。まだ椎茸が生えてくる可能性はありますね。挽回を期待しておきましょう。C は袋、月1で空気の入れ替え。先月状態を持ち直した C、引き続き悪くはない見た目ですね。全体的に見ても綺麗なので、このまま最後まで行ってほしいです。また今回も空気を入れ替えて来月まで楽しみにしておきます。シャワーで洗ってラップを巻き直した結果、表面のカビが消えて綺麗だったなと思ったんですが、よく見るとこういったカビが蓋の周りにポツポツポツと生えてるんですね。